貸し券映画劇場。はい、皆さんこんにちは。今回貸し券が送るテーマは何だと思いますか？そう、映画なんですね。皆さんは最近映画見てますか？シン・ゴジラ、はい、すごかったですね。君の名は、はい、感動しました。え、なんで貸し券で映画をやるのですか？はい、それは見てのお楽しみですね。皆さんこんにちは。博士、ん、今のは何ですか？ん、なんで、あー、そうかそうか、はーちゃんはな、若いから知らないんじゃない、うん、淀川長春さんじゃ。いや、知ってますよ。さよなら、さよなら、さよならっていうあの方ですよね、うん、でも博士、あんまり似てないですよ。ずる、もうはーちゃん、そう、はっきり言うなや。台本にな、バーってやれって書いてあったんだ。要するにな、わしに対するな、無茶ぶりじゃ、無茶ぶり、うん、ああ、とにかくの、今回のテーマは映画なんじゃが、ところではーちゃん、この柏には映画館がいくつあるか知っておるかの？映画館ですか？うん、一つか二つじゃないんですか？いや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 、じゃん、なんとこの柏には近隣も含めると映画館が4つもあるんじゃ。4つもあるんですか？よいか、映画館が4つもある町というのは最近では珍しいぞよ、うん、しかもこの柏は映画やドラマのロケ地としても注目を集めておるんじゃ、そこで今回の研究テーマはこれじゃ。柏はシネマパラダイス、映画の街柏に注目せよ。それでははーちゃん、行くぞよ。はい、はい、よーい、スタート。貸し券。映画の街として注目の柏、その中で一番新しい映画館をご紹介しましょう。今年4月、湘南地区にオープンした東宝シネマズ柏。スクリーン数が9つあるシネマコンプレックスで、これまでの映画館では味わえない新しい体験ができるそうです。アトラクション型の 4D シアターということで、まあ、こちらの MX4D というものがございまして、あとはドルビーアトモスという音にこう包まれるような形で映画を鑑賞いただける、こういったものを導入している設備は今のところはまだ10スクリーンとかしかありませんね、全国に。そのうちの一つが柏にあるんですね、はい、そうです、はい、早速体験してみました。 お願いします。4D シアターは映像に合わせ光や煙、さらに匂いまで体感できるそうです。黙々してる。ドルビーアトモスです。こちらは最新の音響施設ドルビーアトモス。なんかいろんなところから音が聞こえる。すごいすごい。東宝シネマズ柏のある湘南地区は2008年にシネスクープという映画館が閉館して以来、空白地帯となっていました。それだけに今回のオープンを歓迎する声が多いといいます。近くにできたので来やすくなったよというようなお声いただいたりですとか、あの久しぶりに映画見に来たよというような形で言っていただけておりまして、すごくあの期待されて、あの映画館が入ったなっていうのは感じます。8年ぶりに帰ってきた映画館のスクリーン。やっぱり映画は映画館で見た方がみんなと感動を共有できて楽しいですよね。いただきます。続いてご紹介するのは
柏駅西口から歩いてすぐの場所にあるキネマ旬報シアターです。キネマ旬報シアターは映画雑誌キネマ旬報がセレクトした新作や過去の名作を中心にしたスクリーン数3つの映画館。昔の映画のポスターが貼ってありますね。2階のロビーには映画のパンフレットコーナーや図書館もあります。こちらの映写室には珍しいものがあると聞いて特別に見せてもらいました。何ですか？これは35ミリフィルムの、映写機になります。すごい回ってますね、はい、35ミリとは映画フィルムの幅のこと。今は映写機を使わないデジタル上映が主流なのでフィルム上映ができる映画館は大変貴重な存在なんですよ。24個の絵でやっと1秒ができる映写機の光とあのフィルムのぼやけ方で、あのデジタルにはないあの綺麗さみたいなものがあっていいと思います。あったかいイメージがあるというか、そうですね、はい、そのそれにはしかない良さがある感じはすごいしますよね。もう一つこちらの映画館の魅力は見たい映画をリクエストできること。そのため何度も足を運ぶリピーターが多いのが特徴です。よく来ます。週1回来ますね。週1ぐらいで来ます。見逃した映画が見れるので週に一度は出た人は文化と日々の暮らしっていうのは非常に近いんだなってことで再認識できるので。リピーターの中にはスタッフと一緒に映画を語り合うこともあるんだそうですよ。映画好きの人が多いので結構波長があったりして飲み行って盛り上がってるみたいです。キネマ旬報シアターの目標は地域文化の発信地となること。コミュニティ の、まあ、あの一員といいますかとして、柏の皆様に、まあ、エンターテインメントだけでなく、まあ、せっかく箱がありますのでいろんな映像コンテンツだとかあるいは教育コンテンツそういったものを、末永くお届けできればなと思っています。今後もキネマ旬報シアターの動きに注目です。うん、なるほど。さて皆さんは最近映画やドラマのロケ地としてこの柏が登場しているのをご存知かな。例えばじゃん、人気ドラマジンが撮影されたのが旧吉田家住宅、そして最近公開された映画青空エールの野球の試合のシーンが柏の葉公園の野球場で撮影されたんじゃ。次に紹介するのはこうしたロケ地の中でも今一押しの注目物件じゃ。あーちゃんリポートよろしくじゃ。はい、柏で注目のロケ地ってどんなところなんでしょうか。それは後ろに見える伏せ弁店ではなくてこのすぐ近くにある古民家です。こちらが今柏で人気が高いロケ地、通称吉田古民家。案内してくれるのは統括地域で映画やドラマのロケを誘致支援している筒井秀夫さん。ありがとうございます。失礼します。よくここでこう並んで食事をするようなシーンとか ありますね、はい、ヤクザがピストルを持って撃つなんていうシーンも撮ったことがあります。実はああいう人気の秘密はアクセスと使い勝手の良さ。キッチンがあったり、あの柏のインターからも、近いですし、裏にですね、駐車場があるんですね。さらにその後ろにですね、自治会館というのがございまして、そこで、メイク室をできるんですね。毎日のように舞い込むロケ以来、筒井さんはこうしたロケを行うことで街に愛着が湧くと考えています。ドラマの中で生き生きとして出た時に あそこ知ってるって思うんですね、まあ、愛着っていうのかな。一瞬だとしても自分の街が出るっていうことはとってもなんかこう誇らしげになるんじゃないかなと思ってます。
はありがとうございました。ありがとうございました。と別れ際、1枚の DVD を渡されました。スクールメモリーって何ですか？これ柏を舞台にした短編映画なんですよ。何？小学生が監督をした？そうなんです。脚本も撮影も俳優も全て柏の小学生たちが作った幻の短編映画なんです。スクールメモリーは2009年に統括地区で開催された映画祭のワークショップ作品。プロの指導のもと富瀬東小学校の子どもたちが制作しました。おお、そうじゃあ当時の小学生たちを呼んでこの映画をもう一度映画館で上映するんじゃ。それいいですね。いい。上映会はキネマ旬報シアターの協力で行われることになりました。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。映画作りに参加した 5,6 年生と関係者の皆さんが集まってくれました。よろしくお願いします。この作品見るのはどのくらいぶりじゃろうか。7年前ぐらい。7年前ぐらい。5年生チーム、5年生チーム。ただいまよりスクールメモリーを上映いたします。よっしゃ、じゃあ我々も見るかな。はい、よし。カメラ回してて、まあ、重かったなっていうのを見て改めて思い出しました。スクリーンで大きく見るとすごいことやったんだな小学生なのにって結構驚きがいっぱいですね。あの頃は多分いい映画になるって言ってたんですけど、いい映画になってるなって改めて思いました。機械がすごい。もうライト見える。毎日こうガンガンやってたからいろいろ思いが勝手に自分の中で込み上げてしまって泣いちゃったんですかね。映画作るなんて本当人生で一度あるかないかみたいな本当貴重な経験だったんで思い出になりました。子どもたちをサポートした先生たち、そして映画祭のスタッフ、スクールメモリーはみんなの気持ちが一つになった心温まる作品でした。博士、上映会大成功でしたね。本当大成功だったの。みんな集まってな、懐かしく昔の姿を見てな。こうなんかみんなが団結して映画を作ったことによって小学校を卒業した今でもみんなの絆が強いのがすごい伝わりましたし、あの映画はきっとみんなの心に一生残るんでしょうね。そうだな。おー、はんちゃん、今回はよくできたぞ。イエイ。さて皆さん、いかがじゃったかな。柏とこの映画の深い関係、お分かりいただけたかな。この柏には映画館がたくさんあるので皆さんもどんどん映画を見に行きましょうね。ああ、皆さん映画って本当にいいですね。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。それではせーの、柏けん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 。テーマソングに合わせてダンスを踊って動画を投稿してくださいね。投稿お待ちしてます。